ドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。どうも、サンドウィッチマン伊達です。始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に投稿中心としたコミュニティ FM31 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字でございます。さて、今日もですね、富澤がちょっと体調不良ということで、はい、ピンチヒッター、はい、わらふじなるお、口笛なるお、はい、口笛なるおです。よろしくお願いします。お世話になってます。はぁ、いや、はぁじゃないですよ。ピッチヒッターです。よろしくお願いします。ピッチヒッター。はい。頑張ります。ね。あざす。お願いします。あざす。メール行きましょう。はい。本が大好き、図書館マン。ああ、かわいいです。はい。はじめまして。はじめまして。福島県の本が大好き、図書館マンと申します。はい。私はサンドのお二人が大好きで、いつも通勤中にラジオを聞いております。はい。ラジオネームの通り、私は本が大好きなので、はい、図書館で働いてるんですが。なるほど。県内のサンドさん人気は凄まじく、館内でサンドさんの本を表、面出しっていうの？本の表紙を表にして飾ること。ああ、はいはいはい。すると、秒で本が借りられていくと。へえ。地元のサンド愛の凄さを毎日感じてます。うん。嬉しいですね。福島県でしょ。ねえ。すごい。最近は九州で大きめの地震がありました。震災関連の本とともに、サンドさんの東北魂の本も、面出しさせていただきました。福島は震災から十数年が経ちましたが、サンドさんの顔を見ることで、なんとなく震災に対する当時の思いや、防災に対する意識を忘れないようにしようという心持ちになります。地元のサンド愛の象徴とあの日を忘れないよう、これからもサンドさんの本を表出し、面出しするよう続けたいと思いますというメールですね。はい。すごい。ありがたいね。うん、すごいですね。やっぱ福島県でもやっぱ、まあまあ、福島県、僕は特に愛してるんでね。まあそうですね。よ、もう、だって、何回行きました？旅行に。旅行？はい、福島に。いや、もうだから、年一、この間行ったからね、俺。そう、富所とかですね。そう。はい、そう。力屋がドラマ入っててね。あ、その時にそう、行けなくて。っていう時ですね。はい、富所と水野と、はい、長部ですね。はい。行ってきました。はい。そう。なんかやっぱ、いろいろこう、やっぱ、こう、なんていうんですか？うん。食い倒れツアーじゃないですけど。いろんな。食い倒れツアーではなかったかな、今回。あ、本当ですか？はい。会津の方までも行ってないし。どこ行ったんですか、今回。今回やっぱ桃だね。あー、なるほど。うん。福島の桃。福島の桃全盛期の時に。全盛期の時。はい。あとね、はい、ラーメンは今回北方ではなく佐野ラーメン。あ、そうか、行ってましたね。そう。有事工事の着郎にね、教えてもらって、はいはいはい。佐野ラーメンを食べて。はい。でも36度ぐらいだったから、気温も。暑い。はい。暑い中、汗かきながらラーメン食って、はい、まあまあ、もちろん美味しかったですけど。はい。で、その後、福島で北上して。はい。で、また泊まるとこ探して。その日探すんですね。そうですよ。なるほど。当日。はい。で、見つけて、あの、バンダイ熱海温泉ね。おー、はい、はい。泊まって。はい。まあ、案の定。はい。あんな急に来られてもね、夜ご飯ないですよって言われて。はい。そんな風に言われてますか。そう。で、まあ、チェックアウトして、まあ、俺はそこ泊まるの2回目なんだけど。ああ、なるほど。うん。はい、だからね、あの、ほんとちゃんと前の日に予約してくれればいいのにって、もう本当に呆れた感じで言われて。ええー、まあまあ。そう、やっぱもてなしたい気持ちは向こうもあるんですね。そう。はい。ね、もうご飯食べさせたいのよ、こっちは。美味しいのあるのに。そう。はい。で、一旦チェックインして、はい。で、会津の方までなんか食いか、みたいな感じだったんだけど、はい。なんとその旅館の方が、はい。もうあれだったら、作りましょうか、つって。ええー。うん。マジっすか？馬刺しとかね。ええー。いろんなの。すげえ。で、結局そこで、夜ご飯。パンパンになって夜ご飯。めちゃくちゃ出るから。すごい。で、食べて、コンビニ行って、はい、温泉入って、はい、そっからもう4人でトランプですよ。ああ、そんなことしてるんですか。本当にね、なんだろう、あの、本当学生気分みたいな。いいですね。トランプ。これ、やっぱそう、伊達さんがそうだからですって。やっぱその、そうかな。学生のその、男子校のりと、僕が、人間ぐらい前に行かせてもらった。行ったね、会津のね。行った時もだって深夜、なんか、芸能人しんどいみたいな。至ってシンプルなんですけど。はいはい。意外と続けてたらやっぱ出てこないもんで。そう、熱くなんだよね、それ。はい。なそれでなんか、うん。まあ、なんか10秒ぐらい経ったら、はい、もう10、9ってなって。そう。
で、出なかったら、なんか、金玉デコピンみたいな。ありましたよね。最悪だね。最悪、最悪、伊達さんですよ。最悪の罰ゲーム。マジで、もう、はい。それやって。ホンダセミングスクールとか。バチッつってつって。そうそうそう。深夜3時とかですか？あんまり言うとほら、パワハラみたいな。楽しくやってた。楽しくやってた。楽しく、ね。楽しく。みんな笑顔でね。みんな笑顔でニッコニコ。はい。はい、そうですやりましたね。そういうね、ノリもありっす。そうそうそう。はい、今回はトランプ。トランプがまた熱くなってさ。何やったんですか、トランプ。なんていうのあれ。大富豪。大富豪、はい。面白いっすよね。そう。うん、で、俺と水野と富所とおさべで。はいはい。した富所が、まあ、弱い。あ、そうなんすか？激弱。ええー。うん。で、オサベが強いんだよな。オサベがずーっと勝ってて、富所なんか、ちょっとマジでうろうろ、イライラしてきて。だよ、これ。もうやりましょう。次もう一回やりましょうよ。寝る前にやりましょうよ。いや、最悪だよ。最悪、この日2時ぐらいまで、はい。2時半とか3時ぐらいまでさ。トランプ。もう大富豪ずーっと。ずーっと大富豪、超盛り上がって。で、翌朝、朝飯7時半だから。はい、毎日はまた旅館の朝ごはんもちろんです。はい、ね。もちろんです。で、みんなでおかわりなんかして。はい。はい。そうそうそう。何時まで起きてたんですか？いや、ほんと3時ぐらいまで。トランプ。だって、その日、朝も早かったりしたんですか？出発。意外と早かった。だって、はい、佐野ラーメン、一番のお客さんで行ってるからね。おー。佐野に着いたらもう10時ぐらいだったから。あ、じゃあもう、ほんと8時とか7時半ぐらいには出てるよね。あ、じゃあもうもっと起きたのはもっと早いわけです、ね、早いですよ。それで3時までやって。はい。俺なんかもう休みの日にはもう寝ないから。そうなんですよ。伊達さん寝ないんですよね。俺もう寝ないんだよ。次の日休みだから昼前寝てようとかもう絶対ないから。なんでですか？ゆっくりしてないのに。午前中から。俺のゆっくりはそれなの。マジですか？ショートスリーパーなんですよね、ほんで。まあそういうふうに言われるけど、はい、まあまだ3、4時間寝れば、はい、基本。いや、すごいなぁ。十分っていうか、なんか5時間、はい、6時間寝る時もあるけど、はい、ちょっと頭痛いの、寝すぎて。5時間、6時間でですか、うん、なんか後頭部痛いの、あ、寝たからかなぁと。へぇー。いや、そうだ、思い出しました。福島の時もそうだったわ。うん。福島の時もね。はい、あれ、卓球した時いた？あ、そうですそう、卓球しました。したよね。しました。はい。卓球ね、温泉の卓球ね。はい。いやでしって。で、口笛なろうがなんかロマンスがあるんじゃないかみたいな、ね。そうじゃねえわ。あんただよ。ちょっとロマンス探しに。いや、あんたと作家の水野さんと。ずっと取り憑かれたようにロマンス、ロマンス。なんなのロマンスって。ロマンス。もしかしたらロマンスあるかもね、なんつって。なんかね、なんか女の人が浴衣であれたら、あれロマンスじゃないこれあるんじゃないちょっとロマンスあるんじゃないみたいな。ないっす。結局なかったっす。ね、結局、年配の方がね、はいはい、結構話しかけてくれました。その年配の女性と喫煙所で喋ってることをロマンスって言ってました、ね。最終的にそれがロマンス。はい、そうそうそう。ロマンスあったね。ロマンス、はい。20個ぐらい上の方でしたけどね。ソウル一番のロマンス。そうですね。うん、ないね。はい、ロマンスない。いや、ないですって。ないなぁ。まあ、うん、どうなんですかね。まあ、やっぱ、伊達さんは。で、何そのロマンスってって話なんだけどね。まあ、そもそもね。結局。何を求めてんのって、はい、ロマンスっていうフレーズが面白い。そうなんですよ。だから、僕もずっと言ってましたけど、ね。そうなんですか、ロマンス。ロマンスが一人歩きしてるから。ロマンス。本当にまさに一人歩き。ね。で、夜中タバコ吸いたくなっても、はい、ジュリギア、ちょっと。喫煙所行こうつって、はい、もしかしたらロマンスあるかもしれない。ないわ。なんすかロマンス。誰とも会わないでタバコ吸って、誰とも会わないで勝ちしてる。ロマンスなかったな。いないんだよ。夜中タバコ吸う人がいないんだ。本当にね。そうだね、はい。でもあれもほら、当日電話予約だもんね。そうでした。はい。でしょ？で、その時ホンダスイミングスクールが。そうそうそう。いて、ホンダが、なんか一応事前に調べてたんですよね。うん。自分なりにあいつは。そうそうそう。で、まあ、それをここにかけて。ね。無事。はい。そう。東山温泉ね。あ、そうですね。あれもよ、いい温泉だったよ。いや、素晴らしかったです。なんか、風呂までちょっと歩いたよね。はい、あ、ちょっと歩きました。別館みたいなところ。別館みたいなところな。はい。そこをあえて行って。うん。で、戻ってきて、卓球やってみたいなところでした、ね。あと水野もいたあれ。いました、ね。はい。で、僕もいて、ホンダスイミングスクールもいて、うん、で、次の日に、なんかあれだったんですね。ちょっとまあ、ロケ班的なことも兼ねて、なんかバナナサンド。そう、バナナサンドね。はい。バナナマンさん連れて行くから、はい。合図をちょっとロケハンしようっつって。はい。で、猪苗代のアスレチックとか。怖かったね。
それ面白かった。お前の。いや、あれ、高いの、怖かったやつ、マジで。ね。あれもう、見てくれてわかんないよ。バナナサンド、ロケ、はいはい。見ましたよ。はい、日村さんがもう、死にそうになってたから。手に取るようにわかります。もう、ワンジーより怖いやつって。はいはい、本当にそうでした。本当に。俺もう本当やだよ。これ何歳までやんなくちゃいけないんだよ。こんなことやんなくちゃいけないの。つって。あんなに売れてて。そう。すげえ嫌がってたもん。いや、本当にあれはガチでした、あれは。何歳までやんの、これ。つって。それはやっぱ、そのね、一応、命綱もあるんで、手離しても大丈夫なんですけど。まあでもぶら下がったらもう、はい、怖いよね。怖いじゃないですか。はい、もう本当手パンパンでしたもん、僕も。そう。で、下の方でダルさんがゲラゲラ笑ってるのも。ゲラゲラ笑って、俺は。はい、あれ面白かったな。あれまたやりたいな。やりたくないですよ、あれもう。怖い怖い。あそこだから誰連れてったら面白いかなっていろいろ考えた。ああ、はい。あのアスレチックな。そうですね。面白い稲葉城な。だ白木とか連れてったら面白い。白木さん行きたいですね。泣くかもしれない、あいつ。はい。もう見たいっす。ね。はい、それ見たいよね。白木さんの見たいっす。大人泣いてるとこ見たい。連れて行きたいですね、本当に白木さん。そうですね、そこでだから、その時ですよね。帰りの、車で、うん、ホンダスイミングスクールが、うん、その全然何も知らないバカだみたいな。ああ。で、あったね。それで一般常識バーって出してて、はいはいはい。ホンダが本当に想像もつかないような珍回答を連発して、そうだ。っていうのの中で、うん、なんとなくこう、伊達さんが僕に気づいたんですよね。うん、ね。怪しいね。そう。あれなんかお前も知らねえんじゃねえってなって、で、バレて、で、俺が全然答えらんなくて。そうそうそう。で、最後、その本当にまさに佐野過ぎたあたりから、東京まで、ずっと僕がコンコンと、ずっと説教せん。コミなんだからお前は、そう。知っとかないと逃すことになるよっていうのを、ずっと言われて、うん、俺もほとんどそのイメージしかないです。いや、あまりにも知らなすぎて、そのツッコミとしてね。うん、そうですね、うん。一般常識知らないと、ボケが、ボケじゃなくなっちゃうじゃん。まあ、気づかない。流しちゃう。例えば、東京都の人口、うん、東京都だけで大体人ってどれぐらいいると思うって言ったら、なんつったんだっけな。なんか何十万人とか言ったぞ。50万人。いや、もっといるのかなとか言って。まあ、よく考えたらそんなわけないんですよね。そんなわけないじゃん。っていう。そうそう。で、しかもなんか、日本の人口何人か知ってんのって言われて、うん、で、答えたんですよ。そこは普通に1億3000万ぐらいな感じで言って。うん、で、東京、何 ?50 万しかいないのって言われて、うん。あ、そうか。ってなって、うんうん。ってなったんですけど、もう、伊達さんが、やばいな、お前は。そっからもう、ね、一般常識クイズが何問か出されたんですけど、はい、全然答えられないで。そうそうそう。ずっとそっからね、お前下向いてずっと説教聞いて。はい、俺もなんか熱くなってきて、全然、さっきまで眠かったのに、はい、全然眠くなくなって。運転スムーズに行って。スムーズに行って。うまかったですね。東京までね、うん。誰も変わりますって言ってこないよね。水野含めさ。いや、だから僕は免許も持ってないんで。この間もだよ。はい。水野さん持ってるんじゃないですか免許証置いてってるから。そう。俺、そう、なんですか毎回いつも置いてくの免許証。いや、だから。沖縄の時もなんか。置いてってるから。なんで置いちゃうんですか置いちゃうんだ財布とか持ってっちゃうと。うん、もし財布落としちゃったら。うん、帰り車乗れない。だってさ、財布持ってくれんだから。免許不携帯。え？財布ね？財布は一応持ってってるけど、はい、例えば、うん、お店行ったりとかするときは持ってないよ。持ってこいよ。コンビニで持ってない。じゃあ道の駅でさ、じゃあみんなお土産買おうっつってんのに誰も財布持ってない。なんかわかんないけど、コンビニとか行っても、はい、カゴ持ちますよって言ってくるんだよ。別に、はいはい、別にいいよ、俺自分で買うからっつって。はいはい、して俺のカゴになんか いろんなの入ってくる。いや、カゴ持たせてくださいとか。せめてそれだけはやらしい。わかります。僕も、ダルさんとコンビニ行ったら、カゴは持ちます。そのカゴ、みんなのカゴになるからね、結局ね。結局。いやだわ、あれ。いや、まあまあね。ちょっとあの旅行とかも、ちょっと俺、なんか無理やり誘ってんのかなって、ちょっと。ああ、そうですか。思う時があるんですよ。なるほど、なるほど。はい。どうのぶっちゃけ。じゃあ、これ聞いてんですか。俺は行ける時は全部行きたいです。だから必ず誘ってほしい、僕は。ほんと？だからその富所をこの間行った時も、うん、まあ、事前にだから僕がドラマだっていうのを知ってて、俺は知ってたから聞いたじゃん、最初ね。はい。うん、だからそう、聞かれたんだ。で、旅行行くっていうのは聞いてないんだったんですよ。そう。だから、はい、それでほらなんか仕事ずらされても僕ちょっと迷惑かけちゃうから、はい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 、
はい、で、リキュアっていついつ何してんのみたいな。はい、確かコロッケかどっかと聞いたんだよ、ね。なるほど、なるほど。はい。そしたらドラマ、あ、ドラマやってんだ、マジで。みたいな話になったんですよね。そうそうそう。だけど、その、結局その後日、富旅行から聞いたの。うん。福島行ったみたいな。で、うわ、マジかよって思いましたもん。行きたいですよ、僕は。あ、本当。僕は行きたいです。もちろんです。じゃあ、伊達さん悪いのは、うん、今日泊まるか泊まらない、決めないんで。急に言うか。止めるか止めないかも決めないです。あ、そうなんですか。そういうふうに決める。いきなり。でも止める、止まるんじゃないですか、大体。止める、止めるってない。あ、まだ、あ、日帰りあるんですか。ある。日帰りで、富の頃は、次の日彼女と予定があった。はいはいはい。だから急に今日止まるぞってなって、はい、うんってなるじゃん。やべって。聞いてねえよみたいな。はいはいはい。それでちょっと嫌な感じを出すわけじゃないですか。はい。それは伊達さんが急に決めるから、みんなそれがあるから、ビビる。ただ俺の優しさね。昼12時に帰ってきたからね。ああ、朝早くもうじゃあ間に合うように。そう。はい、で、水野も用事あったから。あ、なるほど。はい。そう。お仕事あ、ちょっと家庭の事情用事があった。ああ、なるほど。そうそうそう。ちゃんと帰ってきてる。昼にね。はい。間に合うように。間に合うように。いや、でも行きたいんじゃないですか。なんか一回。行きたいっすよ。揉めてましたもん。一回、沖縄の、なんか。ああ。はい。ああ、水野と。ああ作家、はい、作家ごときがみたいなね。そうそう。何なんですか、あの人。それでも、それも、あれですよ。だから結局、蓋開けてみたら黒幕は伊達さんだったんですよ。違う。違くないですか。まずお前、まず、沖縄旅行も、はい、力屋と行ったりしたらずっと二人で。はい、最初にね。はい、行かせて。二人旅。でもなんか、やっぱこう、ちょこちょこジャイアンツファンを出してくる。出してはないですよ。僕は結局ジャイアンツファンなんで。いや、言わないですよ、そんなの。なんでこんなやつ連れて、俺、楽天キャンプしてそんなの出すわけない。イーグルスのキャンプ。熱量ちげえなぁと。いや、そんなことないですけど。そっから、はい、あの、ロケット団の三浦くんを誘って、はいはい、三浦くん楽天好きだから。うん、で、力也と三浦くんと3人で、ね。3人で行って。行って。うん、で、なんか俺のこと財布って言ってきたりして。三浦さんがね。そう。三浦さんですよ。空港で言ってた。財布まだ来ないのって言ってた。で、はい、じゃあ来年どうしようかと。もうお前、もうこいつなんかジャイアンツファンだし。はい、で、水野もう仕事で何回も楽天絡んでるし、楽天好きだし。はいはい、じゃあもう、三浦くんと水野で行くから、つって。はいはいはい。そしたら力也がもう、はっつって。なんで水野さんなんですか、そこです。そこがもう違うんですよ。あんなおかしいでしょ。でしゃばって。作家ごときがね。いや、まずその前です。それ言ったからね。まず、言いました。言いましたけど、うん、もうまたちょっと自分が優位になるように、まあ、編集します。ネットニュースと一緒です、この。切り抜いてる。切り抜いてます。だから要は最初に、真相はだから、その、もう俺がまず聞いたのは、今回はだから、もう、ちょっとお前巨人ファンだから、来なくていいんじゃないみたいな。で、三浦くんと、水野と行くわ、って言われて、ちょっとなんでですかって。いや、もう、今まで行ったから行かせてくださいよ、それは。って言ったら、そしたら、違う、その、ほら、今、都合悪かったという、ね。子供ができたの、お前の。違う、そしたら、いや、でも水野も、なんかもう、あいつも、なんか、ジャイアンツファンだし、もう、あいつ連れてかなくていいんじゃないですかって、水野が言うんだよ、って言ってたんですよ。水野言ってた。いや、言ってないです。それは言ってないです。いや、でも、力也ってジャイアンツファンですよね。あ、それは言った。そうそうそう。それぐらい、それはわかります。そうですよね。ジャイアンツファンですからね。それ言ったの、はい、カープファンの水野。カープファンなんか。カープファンなんか。カープファンお父さんですよ。あ、お父さん。常日頃カープの帽子かぶって。マジかよ。車をカープしようなんて。ドラゴンズファンでもないですか。あ、そうなんです。愛知県なんで。愛知県なんで。っていうのは聞いたんで、で、そのなんか、そういらないでしょ、なるわっていうのを水野が言ってたからって言ったんですよ。で、それに言われたから。俺は、リキアとダツさん毎年行ってるの知ってるから。はい。いや、だからおかしいと思いましたよ。いや、じゃあ何年か会ってなかったからば、水野さん変わったなと思って。こんな真っ赤な嘘つけと思わないから。そんなに会ってないことないだろ。なんだよと思って。なんだよって。で、それはちょっとすいません。そう言って、言ってないことないよね。感情的になって言っちゃいました。何なんですか、あの人、作家ごときは。それはちょっとだからまあ、そのプロレスラーのね、魂というか。はい。いつかプロレスラー。お前、やんのかこの野郎みたいなことですよ。
マイクの中にあったんですよ、プロレス魂。マイクパフォーマンス。マイクパフォーマンス。で、俺、伊達さんから聞いて。はい、そこだけまた聞いて。その時は何も思わなかった。なんか、ああ、まあ、そんなこと言ってた。水野がぶち切れてさ。家帰って寝る時にめちゃくちゃ腹立つ。あいつ何なんだよ。あいつ何なんだよ。一番腹立ってるパターンじゃないですか。昔、普通にご質問したことあるんですよ。そうね。もちろんです、もちろん。それはそうじゃん。あいつ何でそんなこと言うんだよ。そんな、作家ごときとか。作家ごときとか言うて、なんだよ、あの芸人ごときって、伊達さんも入ってるんだよ。もうめちゃくちゃですね。芸人ごときおかしいぞ。それ違うぞ。俺もだから。それ違うぞ。ああ、そうだ。みんなおかしいじゃん。やべえ、おかしいです。全員が冷静じゃないかなと思う。そうそう。ね。本当に。っていうことがありました。でもそれは黒幕は伊達さんだということはちょっと、これはもう分かってください。はい。まあ楽しかったですけどね。楽しかったです。結局めちゃくちゃ楽しい。楽しいでしょ、行ったら。いや、それ行ったらっていうか、僕は行くまで嫌だったわけじゃないんで。それは。行っての毎年楽しみしてるんですよ、これは。ね。はい。楽しいですよ、そら。はい。ね。いやいや、俺は全部行きますよ、もう。行けるのは全部行きます。行っときますけど。だからまだ決まってないんだよ、その来年の。はい。いやいやいや、行く人。いやいや。うん。決まってないや。行く人まだ決まってない。今決まってんの俺だけ。ただ、みんな行かないってなったら、俺も行かないから。さすがに一人だと。一人で。もしかしたら水森さんとか。ああ。いや、どうかな。忙しいですね。まあまあ、お忙しいですけど。気遣うし、女性は。まあ、そうですね。同じ部屋で。同じ部屋で。白石さんぐらいですもんね、気遣う。白石はどうでもいいですか。え、去年とかだって同じ部屋で泊まったりしました。泊まりましたっけ。そうそう。普通に前だってあいつうちに泊まりに来てたからね。あ、そうですよね。はい。弟子ですからね。そうそうそう。その時もなんか白石さんがなんか、文句言ってましたよ、なんか。何が。なんか、同じ部屋に泊まってたけど、なんかその、白石さんの寝る、ああ、部屋が、開かずの襖みたいなのとかあって、そこだけ、いくら日が差しても暗くなる場所があって。なんで私だけそこなのみたいな。はい、そう、お前そこだっつってね。なんか、部屋のドアも開けられてたみたいなやつしましたよね。え？部屋のドア開けてたみたいな。あ、それはあの、和歌山ですね。それまた別のところです。串本。はい、串本のね、はい、旅行ね。あえて部屋のドア。それは白木と新一と行ったんですけど、はい、そうか。それも三人部屋でしょ。ええ、しょっちゅう人が通って、そうそう。そっから通路、通行人から白木さんだけが丸見えした、ね。暑いっつって、窓開けるぞっつって。窓開けちゃっただけじゃ、あの、まだ寒い、暑いから。はいはいはい。通路側も。そっちもね、風廊下側も開けるっつって、全部開けて寝てたんですけど。廊下から見えるのは白木寝姿だけだ。ちょっと、私だけじゃないですか、これ、あっちから見られるの。何人も見てますよ。そうそう。いやいや、やっぱ、これはね、やっぱこういうのはもう楽しいんで。いや、楽しいんですよ。嫌がらせなんかされてないでしょ、だってさ。嫌がらせ。俺とか林さんめっちゃされてるから、古い仕組みとかして。嫌がらせってな。ホース、真水のホースって。されてますわ。されてるわ。削りにめちゃくちゃ水だけなんで。めちゃくちゃされてますよ。さ、冷たい冷たいって言ってる俺らを見ながら、ゲラゲラ。やってますよ。やってますもう風呂の縁をね、林さんと水野がもう風呂の縁を歩いて。それはもうコースでもほんとピシャピシャ。風呂も熱くて入れない。出るしかない。そうですね。食らいましたし。エンドレスシャンプーね。エンドレスシャンプーもやられました。エンドレスシャンプーやられました。はい。エンドレスシャンプーは水元ですね。うん。あ、マジで20分くらいあるさ。全然あれは落ちないんですよ。気づかないんで俺がやってるの、はい。純粋ですね。エンドレスシャンプーっていうのはあるんですかシャンプー水元。純粋すぎるよね。シャンプーの裏側シャンプーの裏側か。これ泡、いくら洗っても落ちないシャンプー。次から次に泡が、つって。そういう思い出をちょっと逃すわけにいかないんで、僕は。そうですね。それはちょっと活かしてください。ちょっとまただけな。時は。はい。今年の2月行ったのは、はい。2泊したもんね。そうです、そうです、そうです。はい。沖縄ですよね。沖縄。はいはいはい。2泊。2泊。2泊3日。なんでもちょっと来年もね、はい。林さんにスケジュール考えてもらって、はい、はい、はい。一応それで考えてます。ちょっと、一回聞いたのが、そのなんか、本当は、なんか1週間ぐらい行きたいみたいな。いや、本当はね。っていうのを林さんに言って、純粋に。林さんがそんな言ってどうすんだろう。却下されたっていうのを聞きましたけど。何するんですか、そんなに。それはほぼ選手と一緒やね。
キャンプのバンクルぐらいありますから、ね、そう言われ、それは確かにそうかと思って。純粋にキャンプずっと見てたいって。いや、でもわかります。あれは楽しいですよね、そうそうそう、ずっと。キャッチボールから見るからね、朝一の。プロの練習って本当に練習で金取れるんだなと思いますよね。本当に面白い。本当にすごい、ね。素晴らしいですね。トンコンさんニュースのところ乗りましたかね。なんかね。ベンチバリに行ってね。ああ、いました、ね。チラッと映ってたっつってね。ネットニュースになってましたね。いや、本当にね。またお願いします。来年も。またね、ちょっと考えて。はい。行きましょう。お願いします。さあ、ちょっと、メールをね、ちょっと、読んどかないとなぁ。いっぱい来てるんだな、すごい。あ、花丸さん、女性の方です。はい。7月の最終土曜日、福島県、丸生果樹園で、達さんをお見かけしました。おぉ。行きました、桃買いに。まさに。そう、みんなで行った。ああ、なるほど。その日もお店が混んでいて、外で待っていると、かっこいい車が。うん。あ、僕のね、ジャガーで言ったやつね。そうですね。ナンバーも、都内のナンバーでよく見ると、こわもての男性が、はい、あれ、もしかして、と思う一緒に来てた友達に、伊達さんいるかも、と耳打ちすると、うん、サンドイッチマンのと、食べ終わった後にこっち来るかな、と思って行ったら、外で待ってると、本当にこっちに来て挨拶すると、どうもこんにちは、と笑顔を向けてくれました。うん、とても嬉しかったです。福島に引っ越してきて初めて見かけた芸能人が伊達さんで、なんだか嬉しいです。私は仕事として、蕎麦打ちがしたくて、仕事として、蕎麦打ちがしたくて2023年に福島にやってきたんだ。へぇ。今度機会があったら食べに来てほしいです。あ、すごい。道の駅桜の里。っていうところでやってんだね。お、へぇ。で、またどこかでお会いしたいですと。へぇ。ちょっと行きたいですね。蕎麦打ちがしたくて、こうやって移住。すごいですね。素敵ですね。めちゃくちゃ。へぇな。はぁ。行きましょうよ、今度。最近本当に移住する人多いからなぁ。多いですね、地方はね。いつも楽しく拝聴しています。限界受験生さん。はい。先日の放送でジャズを勉強したいとおっしゃっていましたが、今年のジャズフェスいらっしゃいませんか、うん、私は小学生から高校生までが所属する石巻ジュニアジャズオーケストラにも出演します。うん、私は高校3年生なので今年ラストイヤーです。ぜひ遊びに来てください。あ、ジャズやってんだ、この子ね。うん、ジャズ勉強したいんですか？あのね、仙台ってすごいジャズが結構盛んで。そうなんですか？ジャズフェスティバルとかやってんの。朝鮮寺通りとかでね。すごい人が来る。あの、ブルージャイアントってあるんじゃん。あ、はいはいはい。あれも仙台なんですよ。あ、舞台。そうなんですね。あ、もう見てなくて。あの若い人が、はい、若い青年が仙台でずっとジャズをやってて、そっから世界に行くっていう。なるほど。話なのね。はいはい。見てないよ。ブルージャイアントは、ちょっと見たいです。なんか見てるやつなんだろう、見てるやつ、いや、見てますよ、結構。地面師たち。あー、なんか最近すげー聞くな、それ。地面師たち面白いですよ。あの、ネットフリックスでしょ？はい。見てください。面白かった？面白かったです。めちゃくちゃ面白かった。面白いんだ。出てる人はみんな、かっこよくて怖くて。へー。はい、最高です。あ、そう。はい、見てください。孤狼の血は見た、孤狼の血。孤狼の血は見ました。めちゃくちゃ面白い。面白いというか怖いよね。怖いですね。1も2も。うん、うん。2の鈴木亮平さんめっちゃ怖いですよ、ね。鈴木亮平さんも怖くて見れないよ、俺。あの役怖すぎますよね。怖すぎるって。めちゃくちゃ怖い。やめてくれよ、あれ。あの芝居。いや、ほんとそうですよね。あのキャラクターは。これが本当だったらどうしようとか思っちゃう、ね、はい。本当の悪ですもんね、なんか。そう。あの人の、あれ、あのキャラクター。なんかな、よく考えた作品だよね。そうですね。あもう、でも、たまたま知ったですね、あれ。あれね、孤狼の血。ぜひ皆さん、興味ある人は見てみてください。はい。地面師たちね。地面師たち、ちょっと。あれ、おすすめ。何話？7話ぐらいですかね。結構あるんだよ。水野見たでしょ？見ました。全部見た？ありました。もう。林さん見たんですか？見ました。全部、うん、すぐ見ましょうと。もうなんか早く見てくれちゃう。そうなんですよ。テンポめっちゃいいんですよ。本来は多分7話よりできるような話なんですけど、うん、ちゃんとなんかスキルを終わらせるんで、なんかだれないんですよ、全部。もうパン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 。じゃあちょっと究極の選択しますけど、ヴィヴァンとどっちが面白いですか？うーわ！これはちょっと困りましたね。でも、同等？同等ですね。本来それぐらい人気、うん、クオリティは負けてないと思いますね。マジ？はい。ビバン見てないやつ。あ、それ僕見てないんで分かんないです。ビバン見てないやついんの？ちょっとなんか入っていけなくて、モンゴルの設定なのになんか日本語みたいなのがちょっと凝り固まった考え。凝り固まってる。凝り固まってる。携
結構頭硬いですよ。日曜劇場であんな話題になったやつね。今はでも。で今見たらもう多分すぐ全部見てもらうもん、ね。うん。はあ、うん。あとあの、林さんから教わったあの、長いやつ、何でしたっけあれ太陽、沈まぬ太陽。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 はい、ね。うん。あの、20万ぐらい結構ありますよね。結構ありますね。でもあれももう、熱中しちゃって、あの結構見た。こう、事件のやつですね。そうですね。ニコジャンプですか、うん、あ、すごい入り込んじゃう。面白い。沈まぬ太陽。沈まぬ太陽、ちょっと。誰でしたっけ、上川隆也さん。おぉ。渡部篤郎さん。あ、すごいメンバー。結構すごいですよね、うん、メンバーは。国村淳さんとか。そうそうだ、うん。いや、面白いやつあるわ。いや、やっぱ、地面師たち見てください。サンクチュアリーも面白い、ね。あ、面白いですね。あ、見てないな。サンクチュアリーなんか、あんな結構振ってるんですけど、なんか2もやらないみたいな話もありますよね、なんか。相撲の話なんですよ。相撲、はい。でもあれも面白いですよ。面白いです。あれなんか知ってるな。まあめっちゃ話題になりましたしね。うん、なんか今回地面師たちぐらい話題になったんですよ。うん。あの、一ノ瀬渡るの？あ、そう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 。あ、見た。あ、見たんすか？あれサンクチュアリーって言うんだっけ？あれサンクチュアリーなんですよ。あ、見た。はい。まあ全部見ました。一本映画だよね。あ、いやいや。ドラマ何話か。ああ、全部見た、全部見た。あ、ほんですか。うん。最後、アケボノみたいなやつ倒したやつでしょ。あ、でっかいやつですね。うん、はい。ね、倒したんでしたっけ？あ、倒したのか。なんか、それで終わったよね。終わりました。でもなんかまだ謎がいっぱいある。そうそう。やるかどうかわからない。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へぇー。ちょっと皆さんもね、はい、面白い映画、うん、ドラマ、教えてください。はい、じゃあ。救命病棟24時も面白いね。それずっと言いますね。この2年ずっと言ってますよね。で面白いって知ってるんですよ、全員。あれは面白い。あれは面白いですよ、もちろん。はい、江口洋介さんね。はい。どっから見たんですか ?2 年ぐらい前。今もやってんのよ。あの、フジテレビ。ああ、再放送とかで。フジテレビの BS の CS かな、はい、あれ。やってんすか？やってんのよ。録画してみ。もう一回見て。医療物ってあんな面白いんですかね。面白いな。田中大好きなやつあるな。何今。医療いや、違います。違います。あの、鈴木亮介さんの、あの、日曜劇場の。亮平さんです、ね。あ、亮平さんか。あの、MIU が何してるそうそうそう。そんな感じ。東京。見るあ、東京。MER です、ね。ああ。あれも面白いです。面白い。あれめちゃくちゃ、俺、人生で多分、あの、そんなに踊る大捜査線超えました。マジかよ。何回見てます。何回。大捜査線超えました。医療系医療系なんですけど。まあ、キャストが僕好きなんかもしれない。白い巨頭とどっち面白い？あ、僕も東京 MER です。マジ？なんすか、1話完結で分かりやすく、あれで、でも、なんか毎回解決、もうベタな、あれなんですけど。それもね、鈴木亮平さんがすごい。いや、やっぱ、そうね。開演ですね、あの人。あの人、化け物すごい。あの人すごいですよね。すごい。シティハンターも見ました。見た。あの人も、あれもすごいですね。あれもやばいよな。シティハンターも。あれ、鈴木亮平さんじゃないと見てられへんやろな。はい、そうですね。サイバリオはそこまでしっかりやるのは。あんなにね、使い分けれるのすごいですね。だから、怖い。すごいね。怖いとか、ベタなとか。それこそ、コロノシのあの人、あれやってる人がこれやってんのみたいな。ああ、そうじゃないですか。はい。確かにね。すごいです。面白い。シティハンターも面白かった。でも、ね、やっぱお前には誘拐を見てほしいね。まず、その、渡中に遠くに。まず誘拐。次言ってる作品、僕言おうか。日はまた昇る。日はまた昇るは名作だよ、西田敏行さん。ああ、そうなんですね。もう見てないですね。見てない。俺も勧められて見ようと思ったけど、古、はい、すぎて見ない。そうなんですよ。見る手立てがない。違う、手立てはあるよ。あの画像が古すぎて、古すぎてもう、はい、なんか入っていけない。画像は、確かに画像は古い。何年ですか？何年の作品ですか？結構前。西田敏行さんが、まだ若いですね。そうですね。そう。三國連太郎さん、まあ、それあれか、釣りバカ釣りバカだな。はい。90年代ぐらいですか？うん、そうだね。だって、VHS とベータ。ベータの話やから。ああ、じゃあもう。ベータなんて知らんやろ。そうですね。ベータ、俺もあんまよくわかってないです。結局ビデオテープ。はい。ビデオテープ。はい、はい。カセットテープ。はい。ビデオね。はい。VHS だったじゃん。まあ今 DVD だけど。はい、そうですね。はい。VHS にするか、ベータにするか。ベータはソニーなのよ。
はあはあ、VHS はビクター。あ、そうなんですか。俺初めて知った。その違い。で、同じぐらいの時期に、こう出てきて、はい、世界基準を決めなくちゃいけない。それは、誰が決めるかって、大体パナソニックなんですよ。そうなんですか。松下電器。松下電器がすごい世界のトップのね、電気メーカーで、はい、で、そのデッキ、ビクターが VHS、うん、で、ソニーがベータマックス。はい、どっちになるんだ、どっちになるんだっていうところで、はい、結局 VHS になるんだけど、そうですね。はい、そのやりとりがね、めちゃくちゃ面白い。駆け引きっていう。今調べたら2002年の作品だと。古っ。今、22年前。22年前。でも全然古くないよ、見てると。あ、本当ですか？うわーってちょっと泣くもん。あ、マジですか、うん、ちょっと、ひらまたの。若々しい西田敏行。ちょ、マジで見てほしい。お前見たら連絡しようね。あ、わかりました、わかりました。ひらまたのぼる。ひらまたのぼると、誘拐と。はい、これちょっと、この2、3日に感想見て、2、3日。ちょっと待ってください。ひらまたのぼると誘拐。はい。ひらまたのぼると誘拐。わかりました。営業なのに。明日営業。これちょっと見てください。一緒でしょ。今晩帰ってから一本どっちか見て。本当に。ひらまたのぼると、誘拐ですね。誘拐。わかりました。はい。日山と登るはもう何本もあるから、はい、あ、違う、1本しかない。あ、そっかそっか。誘拐は誰です、主演ですか？誘拐だ。渡哲也さん。渡哲也さん。はい、わかりました。これも最後。はい、めちゃくちゃ、はーってなる。これは何年ぐらいの作品ですか？誘拐。誘拐、はい、誘拐は、あれはね、10年ぐらい前かな。あ、でもそんなもんですか？いや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 。誘拐。全然違うっぽいですよ。誘拐だと。1990年代じゃないですか。これどうやってロケしたんだっていう。歌舞伎町とかロケ地の。あ、すごいですね。本当に。あ、97年。97年です。ミレニアム前です、ね。26年前。27年ぐらい前。そうです。ただこれも本当に衰えてない。全く。マジですか。だってさ、ブラックレインって見てるお前。ブラックレイン見ましたよ、はい。あれだって相当古い映画じゃん。そうですね。はい、でもなんかまだちゃんと見れるし。見えます。かっこいいじゃん。見えます。ブラックレイ。はい。それと同じ。なるほど。もう分かりやすい、それは。うん。分かりました。ちょっとそれを見て。はい。見させてもらいます。2、3日中に。分かります。皆さんも誘拐っていう映画見てください。ね。あと、日はまた昇る。もう本当に完璧な映画です。日はまた昇るは実録です。ああ、そうなんですね。はい。あ、なるほど。なぜなら、NHK のプロフェッショナル。はい。プロフェッショナルプロジェクト X だ。はい。プロジェクト X にもなってる。あ、なるほど、なるほど。ぐらいの出来事なんですよ。はい、了解です。見させてもらいます。ぜひよろしくお願いします。はい。古いな、ただ。古いけどね。ということで皆さん、はい、またメールお待ちしておりますんで。はい、お願いします。よろしくお願いします。ね、口笛ならありがとうね。あ、いや、こちらこそ。2週にわたって。はい、ありがとうございます。はい、またコロッケ上がってますんで、はい。そうですね。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい。ということで以上でございます。また来週です。サンドウィッチマン伊達でした。口笛ならでした。ありがとうございました。自慢のラジオや。